坂本つつは、神奈川県横須賀市出身の弁護士、自由放送団員、オウム心理教官部等によって殺害される、33歳坊津、神奈川県立横須賀高等学校、東京大学法学部卒業、法律事務所へ事務職員としての勤務を経て、1984年27歳で、司法試験合格、司法修集を経て、 1987年より、横浜法律事務所で弁護士業務に携わった。事務員時代に、豊田商事破産事件関在人弁護士団を手伝っていたことがある。当時関在人弁護士団に参加していた、宇都宮賢治の事務員が、後の妻、都市であった。1989年、江川翔子からの紹介で、オウム心理教に出家した信者の親たちの依頼を受け、 教団と交渉した。また、オウム審理教被害者の会を設立したが、教団から、翌年に、審理党からの出馬を決めている総選挙に向けての、選挙活動に支障をきたすと恐れられていた。同年11月4日、未明、横浜市磯国の自宅で、教団幹部らによって、妻と、長男、達彦と共に殺害された。33歳坊津。 遺体は殺害犯らにより、一家三人別々の場所に埋められた。事件から六年後の1995年、殺害犯の一人の自供から、遺体の行き場所が判明する。供述に基づき捜索したところ、同年九月六日、新潟県西首引郡名田地町の山中から、発見された。同じ日には、富山県魚津市の林道脇から妻の遺体が、4日後の9月10日には、 長野県大町市の山中から長男の遺体が発見された。同年10月22日、横浜市港北区の横浜アリーナで日本弁護士連合会と横浜弁護士会による坂本筒一家の合同僧が営まれた。参列者は土屋貢献日本弁護士連合会会長、海部都市木本首相、岡崎を神奈川県知事、高秀秀信横浜市長、 渡辺泉郎神奈川県警察本部長のほか、関係者、一般市民2万6千人に上り、一時は、式場から新横浜駅まで約1キロメートルの列ができた。も主は、坂本の母親が務め、葬儀では坂本が生前愛聴したクラシック音楽を、友人だったバイオリニスト、松本克美が所属する、日本フィルハーモニー交響楽団が演奏し、参列者が、 白菊の花を捧げ、一家に別れを告げた。戒名は、誠徳院壁岩尾草包子寺。墓所は、神奈川県鎌倉市の演楽寺、松霊院。ありがとうございます。